はい、ではお布団の中でできる、便秘解消の運動について紹介したいと思います。この運動は朝と夜1日2回、できればまあ1日2回、できなかったら1日1回とかでも朝起きた時にお布団の中でやってみてください。ここの足の筋肉ですね、とお尻の筋肉、あとインナーマッスルですね、中側の筋肉とかを鍛えることによって、排便力がついたりとか、この腸の中の刺激になったりとかする運動になります。じゃあちょっとやってみますね。はい、それでは一応外回し3回ですね。内回し3回で、上下に4往復ですね。1、2、3、4。はい、結構、大変じゃないですけれど、毎朝すること、毎晩することによって結構、腸に刺激があります。ぜひ試してみてください。